This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は12月10日金曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。地方の商品を広く紹介するフェアが開催されています。天然資源環境省はタイ環境デーを記念しました。専門家はワクチンは有効だと主張しています。2022年タイが議長国を務める APEC のロゴが紹介されています。それではまず初めのニュースです。地方の商品を広く紹介するフェアが開催されています。フレンズインニードオブパーフェア2021では、地方の商品を幅広く紹介しています。このフェアは困難の中でも見つけないフレンドシップをテーマに、12月3日から12日まで開催されています。今年は12月3日から7日まではバンコクチャドチャック地区にあるクイーンシリキッド公園で開催され、12月3日から12日まではオンラインでの開催とハイブリッドなフェア開催となっています。クイーンシリキッド公園では毎日午前9時から午後7時までフェアを開催し、直接参加することができました。今回のフェアでは、財団が26年間にわたって取り組んできた作品や、さまざまな災害被災者への支援活動などを紹介しています。また、仕事や収入の機会を増やし、新しい知識や技術を身につけるためのゾーンも設けられています。フェア関連ストアや、王室関係者のストア、パートナーストアの商品や、コミュニティ商品を販売しています。収益はタイ赤十字社のボランティア財団に寄付されます。次のニュースです。天然資源環境省はタイ環境デーを記念しました。毎年12月4日はタイ環境デーです。この特別な日を記念して、天然資源環境省は環境問題や環境に優しいライフスタイルを推進するため、国民の環境への意識を高めています。天然資源環境省はタイ環境デーのキャンペーンを開始し、12月3日にフミポン前国王陛下の偉大な遺産を称える記念イベントを開催しました。3日に行われたイベントでは、全国の自然保護ボランティアも表彰されました。ワラウッド天然資源環境大臣によりますと、新型コロナの感染拡大により使用済みのフェイスマスク、感染症関連の廃棄物、フードデリバリーサービスによるプラスチック廃棄物増加など、ゴミの量が増えています。天然資源環境省は現在、環境への影響を減らすために、一般市民に行動やライフスタイルを変えるよう呼びかけており、家庭ゴミの分別、水や電力の効率的な使用、森林の保護などをはじめとした活動支援を行っています。ワラウィット天然資源環境大臣は、資源は限られていることを認識し、循環型経済を確立するために再利用可能なパッケージの使用を検討するなど、リサイクルを実践してほしいと一般市民に呼びかけました。タイは近年カーボンニュートラルや二酸化炭素排出ゼロの達成など、いくつかの方針を決定しています。次のニュースです。専門家はワクチンは有効だと主張しています。
専門家は新型コロナウイルスの新たな変異種、オミクロン株の脅威にもかかわらず、ワクチンは依然として極めて重要な役割を果たしていると主張しています。タイのウイルス学の専門家、ヨン博士は、コロナパンデミックとの戦いにおいて、ワクチン接種は依然として不可欠であると訴えました。また、ヨン博士は今のところ、新しいオミクロン株は、ワクチン接種を受けた人と受けていない人の両方において、それほど深刻な症状を引き起こしていないようだとの考えを述べています。ウイルス学の専門家であり、セラロンコン大学医学部の臨床ウイルス研究センターの責任者であるヨン博士は、新型コロナウイルスの新しい変異種、オミクロンについての見解を述べています。この懸念される新しい変異種がパンデミックの次の段階にどのような意味を持つかについて、ヨン博士は自身のフェイスブックへの投稿で語っています。ヨン博士はこの懸念される変異種に関する情報を共有したいとしています。オミクロン株はデルタ株と同じくらいの感染力を持つだろうと述べ、一方でワクチンを接種した人も、接種していない人も症状は軽いようだと指摘しています。しかし、入院率や死亡率、治療効果などを比較するには、さらに多くのデータが必要だとしています。ヨン博士は PCR 検査によるオミクロンの検出は引き続き良好な結果が得られているが、検査メーカーは N 遺伝子ではなく他の部分に焦点を当てた新たな検査方法の導入を検討する必要があるだろうと訴えました。現在使用されているワクチンや治療法はオミクロンに対応できるかもしれないが、さらなる研究が必要であるとの見解を述べています。また、現在入手可能なワクチンがオミクロン変異株に対して効果が低い可能性があるものの、現段階ではワクチン接種以外に有効な手段がないため、ワクチン接種が必要であることを強調しています。ヨン博士は政府に対し、渡航制限を厳格化し、保健当局が定めた予防策を遵守するとともに、病気の監視としてより多くの検体のゲノム解析を迅速に行うことを呼びかけました。次のニュースです。2022年、タイが議長国を務める APEC のロゴが紹介されています。プライト首相は2022年、タイが APEC アジア太平洋経済協力会議の議長国となり、その来年の APEC のロゴは、タイの大学生がデザインしたものだと紹介しました。APEC のロゴデザインは多くの応募者の中からシュラロンコン大学建築学部の学生であるサワノンさんが考えたロゴが選ばれました。プライト首相はサワノンさんのデザインが優勝したことを祝福しました。サワノンさんはタイの竹製のカゴチャロムをモチーフにデザインしました。このカゴはタイに代々受け継がれてきた伝統工芸です。外務省によりますと、竹かごはタイの地域社会の伝統と生活様式を体現しています。竹かごはタイのコミュニティの伝統とライフスタイルを体現しており、そのデザインと職人技には原材料を機能的かつ革新的で耐久性のあるアイテムに変えるための地元の知恵と創造性が詰まっています。プライト首相は、チャロムの竹かごは開かれた貿易と連結性を目指す我々の旅の中で商品や贈り物を運ぶのにふさわしいものだと述べています。 APEC はチャロムのように我々の多様な強みを織り交ぜ、将来のために強固で強靭で包括的で持続可能なアジア太平洋を構築するための努力をまとめることができると評価しています。サワノンさんがデザインしたロゴは竹ひごをしっかりと絡めており、 APEC 加盟国間の協力関係を象徴しているものとなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。地方の商品を広く紹介するフェアが開催されています。天然資源環境省はタイ環境デーを記念しました。専門家はワクチンは有効だと主張しています。2022年タイが議長国を務める APEC のロゴが紹介されています。以上。
ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。In Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.